前回までのヌラリヒュンの孫、百鬼繚乱大戦。百鬼や幸運主は仲間の思いを背負って強く、これがまとい、共に信じ合う者だけを背負い、その恐れを己の体にまとわせる王妃。この背中に浮かぶ文様こそ、百鬼を率いる者が百鬼と共にある証。見えるか、みんな。これがつららの立派な忠誠の証だ。あんなに小さかった背中がいつの間にかこんなに大きくなられた。陛下様、私はとても嬉しく思います。説明しよう。ゲームタイトル五十音縛りとは、プレステ4、プレステ3、スイッチのゲームの最初の文字を50音にやっていき、合計44本のゲームをやっていこうという壮大な縛り内容である。タイトルの最初の括弧の中の50音が現在やっているゲームタイトルである。最高じゃねえか。確かに最後か、これで。いや違う、まだ最後じゃない。このまま戦ってはさらなる誤解を積み上げる。そうすると、つららは逃げずに撤する。だが、追い詰められた戦いは不可避になった。どうだった？何度倒されても立ち上がるユナたちに戸惑う。そこにリカオが現れ、すべての誤解を洗い流していった。リクオ強し。トリクオ強し。つらら、信じる力をまとう。リグジたち陰陽師の手によって、無事に総国寺の封印はなされた。そして残るはあと一つ。二条城が燃えてる。こいつはまた派手にやりやがったな。すごい力のぶつかり合いで、私は逃げるだけで精一杯でした。ん？逃げたんか？おーもう、その時の私とは違うわ。リクマ様と一緒に戦いできます。一心同体の的で。どうだかおいおい、こんなところで喧嘩すんじゃねえよ。やっと来たか。父君も来た。待ちくたびれたぜ。生きの良さそうだなが、揃って嫌がれ。二条城で待った甲斐があったな。父君も、じゃあ、あぶらもぎちには。ああ、とっくに食っちまった。はっ雪女、てめえには礼を言わねえとな。孫の麦狐とやり合えた上にルラリコまで連れてくるとはやるじゃねえか。嬉しいね。もう、あなたの言いなりにはならないわ。無理にもさせない。孫の麦狐も気の毒なことだ。てめえの部下に野望を砕かれるとは、同情するぜ。あいつの野望なんだ関係ねえ。俺はただ強い奴とを楽しめればそれでいいのよ。てめえの力並みを信じる。だがな、信じ合う者を背負って生まれる力もあるんだぜ。見せてやる父も、本物の百鬼はこうってやつをね。お？どうした？この前とはえらい違いじゃねえか。わかるぜ。恐れがビンビン来やがれ。これは言うか、言えざ来いよ。こっちの百鬼はこう徹底的にぶっ潰してやる。いら、援護と封印は頼む。任しとき。つらら、いけるな。はい。自分の基準は自分でつけます。いい心意気だ。てめえら行くぜ。俺、土雲の方好きやな。なんか、なぜか土雲好きになるな。うん。昔からそうなんだよな。悪役の方好きになってしまう。二条城、炎上。二条城、炎上。違う。ちょっとね、ジョイのなんとか出てくれって。それをね、リカオ様には近づかせない。百鬼大戦。思ってしまったね。海戦。海戦。ゴール。怖い。かわいいね。これ。うわ。ちょっと待って。その攻撃見たことあんね。他のゲームで。痛い。ちょっと、やめて。怖っ。マジ怖っ。目じゃねえし。ほら。もうやばいよ。おい、セーフ。
おお、おい、おお、怖っ。目もうええってその目。よし、ここへてしまえ、ここへて死んでまえ。危ない危ない、死んだ可能性。おっと、お、いった、やった、あっぶねー。ほら、一回死んだかなと思うんですね。ほら、怖っ、いったいったいった、あ、死んだ、あっ、つららー。なんだって、なんか、おぉ、パワーは、パワーはや、ほんま、ほら、ほら、ほら、何が起こった。よし、そのまま眠りなさい。ほら、怖いよ、痛い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 、おぉ、怖っ。おら、おら、あ、はまった、よし、あが、痛い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 、よし、あーねー、いって、はぁ、やばいやばいやばい、はぁはぁ、め、よいしょ、アムスター、バカやってる、はい、オーケー、特殊決着、土蜘蛛に勝利、日常が帰ってくるのよね、勝者、ハップで死ぬと思った、すげえ死ぬと思った。はぁ、焦る、ぐわー、やったか、うっはっはっは、やっと見つけたぜ、求めていたのはまさにこれや。やつが膝をついた、肉は今だ、土蜘蛛、この奥義でとどめだ。そう、それだ、それをくれ、千年の退屈を吹き飛ばすようなすげえやつをこの俺に見せてみろ。つらら、まといだ、それを解き放て、はい、どうなる、これで終わりだ、勝てるのか、勝てるのか、土蜘蛛に。ん、数時間後、警戒受け、しかしとんでもない証しやったな、土蜘蛛、封印直前の顔は忘れられへん。そりゃ、あんなに満足そうに封印される業界なんてそうそういないでしょうね。マジかよ。満足げに封印されてった。やばくね。封印されながら笑ってたもんな。笑うと一層は顔が怖いし、なんか勝った気がしねえっつうか、むしろあいつに対する事前事業みたいな。まあまあ、細かいことはいい子だし。今日はパーティー行こうじゃない。ちょいと、おみよしさん、こっち飲み物足りないんだけど。おい、ゆら、なんで警戒員家本家にこんなに妖怪がたむらしてやがる。しかも、真っ昼間からこのどんちゃん騒ぎは何事だ。しゃあないやろ、ここに行くとこないって言うんやもん。キツネ退治の祝いと思って、多めに見てや。すみません。宝船の修復が終わったらすぐ東京にも帰りますんで。あの、僕の代わり何か。つくづく、もう一人のお前とはえらい違いだな。おかげさまで今日追っていた容器もすっかり晴れたみたいで、これも警戒員家の皆さんの協力のおかげです。ふん。でもぬら君のまといもすごかったやん。ちょっと見直したわ。当然よ、
あれは陸王様と私の信頼関係があってこそできることですわ。ね、陸王様。え、うんうん、そうだね。ユラの目が怖くなるやつや。聞けばまといは雪女でなくてもできるって話やん。別にあんたでなくてもよかったんちゃう？失礼な。なんだ、そこの大御師娘、知っとか？まさかおめえも陸王に奉納し。はぁ、あ、そんなんちゃうわ。めっちゃ、頬叩かれてね、これ。あ、ぜ、口からぜ、ち。ちょっと、今の会話は聞き捨てならないわ。なになに、誰が誰に奉納したって？アホか、黙れ、妖怪。これは純粋に女の印象をかけた力くなり、拳と拳にぶつかりちゃいの話や。なあ、奈良くん、雪女よりうちの方がよっぽど役に立ったと思うわ。うちの方が強いよな。あの時私を褒めてくださったのには、きっと深い訳があったんです。ね、陸王様。え？ま、いやぁ。モテる男は辛いな、陸王。だから、ちゃんと言ってるやろ。ぐわぁ全が殴られていく。とりあえず、宝船はどうにかして東京に帰ろう。うん、そうしよう。あ、はぐらかした。村君の卑怯者。やばいね。やばいな。ゆらやばいな。あ、これは雪女 VS？ 雪女どういうこと？村君と警戒員は、それで共同関係を結んだ。残るは二条城。そこには、はぐらの道にを食らい尽くした土の女が待っていた。うん。つららは最も信頼を寄せる。総大将陸王と現代最強の陰陽師ユラと共に挑み勝利した。強力やもはや烏合の衆となり、京都に平穏が戻った。これやって終わりましょうかね、今回はね。つらら、雪女 VS 雪女。数日後、総大将、ただいま戻りました。おう、じじい、達者にしてたか？見てください、総大将。今日のお土産、こんなに買ってきちゃいました。うん、まあ、そこはね、先に戻ったサンバグラスより話は聞いた。今日の件は、とりあえず片付いたみたいだな。はい、貴公様は、それはもう、ご立派に戦い抜かれました。まといという技まで、めとくされたのですから。このぬらりひょんの孫であれば当然のことよ。何も持って帰ってこれねえよ。じゃあ、うちの式をまたかせるわけにはいかねえな。そんな、相変わらず国次第。俺は東京に残っていた組の門に顔を見せてくるわ。一丁前に挨拶回りか。顔を忘れられる間にとっとで行け行け。抜かせ。総大将。もっと陸王様の努力を認めてくださって、おー、陸王立派になって、まったくそのじゃないんですから、ツンデレかツンデレなんか。ぬらりひょんに、まさか心配のあまりこっそり今日にまで様子を見に行っていたとは、陸王様の夢を思わんでしょうな。今日にまで、そういや言っとったな、陸王のパートで。え、いらしていたんですか？おう、ハコロムギツレはあのでかいアヤカシが倒してしまったもんで、わしの出番もあまりなかったかな。陸王様はそのことを知ったらきっとお喜びになりますよ。甘えば禁物。獅子は我が子を谷へ突き落とすと言うだろうが。しかしたら、ユキオ、夕飯はいつの好きなものを担当作ってやってくれ。ふ、わかりました。十分に甘いんじゃないですか。でも、総大将、まといの証である背中の文様は、後からちゃんと、ご覧になってくださいね。本当に綺麗ですから。若の前で、むせび泣かないように気をつけてくださいよ。むせび泣く。そんなこと。そう、分かってはろよ。雪女、聞くにも、聞くにお前の文様もすでに入っているらしいじゃないですか。はい。雪の結晶が私の印です。ただ、もしいい限りじゃ。わしに仕えた。お前の母、せつらも強かった。そうでしたね。私も、せつらには、灰を凍らせ、凍らされて、偉い目に遭いました。凍らされ、怖いやつや。死ぬ、死ぬ、間際や。
ことがあったんですか。ドバッチリ食ったってやつだ。そうですよね、そうでしょ。さて、どこだったかの。とぼけないでくださいよ。雪女と離婚を見ていると若い頃を思い出すわ。母と娘ではどちらが強いかの。やっぱり母の節度の方が上手でしょうかね。思い出すだけであの肺の痛みが蘇るようで、はい、私たち強しでは負けません。たぶん。そうじゃの。わしが見立てでは、見立てでは。なんだ？いきなり始まったぞ。いきなり始まったぞ。ちょっと待って。見立てではね、見立てで戦闘すんの。ちょっとびっくりした。ああ、行こう。道具の修練所。実践練習、さあ始めるわよ。始めるわよ。陸王様はゲットできたぞ。なんやこの。海鮮おっ。ああ。マジか。痛い。こら。ぬらやめんか。痛い。マジか。ちょっと待って。ほら。やばい。痛い。相殺されるんですね。ほら。怖い。いる、こっちに。よーし。お、マジで。しかも全部が痛い。こら、やめないか。ほら。ほら。マジか。もう、どんだけ。危険ね、君は。ほら。こっちが、ほら、ちょっと待って、決着、あ、早かった。早かったわ。やった。勝者。つらら買っちゃった。母親に買っちゃった、つららが。マジで、嬉しいやつや。と、まあ、こんな感じで、雪女の粘り勝ちやろうな。やった。離婚にはまだまだ乗り越えるようにならん、こんなんか、山ほどある。あいつには仲間の力が必要だ。これからも離婚を誘いでやってくれよ、雪女。はい、もちろんです。なんだ、つらら、まだここにいたのか。ケジョウロが晩飯の支度を手伝いって騒いでるぞ。あ、いけない、そうでした。おや？噂をすれば離婚様ですな。んだよ。三人でニヤニヤして気味が悪いな。何の話してやがったんだ？雪女と母の節らではどちらが強いかということになってな。お前の話も出ていたところだったのだよ。離婚様、母に勝っちゃいました私。なんだそんな話か。くだらねえ。くだらあかん。比べるまでもね。お前は俺の唯一無二の部下だ。じじいのくだらねえ話に付き合って一喜一憂してんじゃねえよ。離婚様。あ、折れるやつや。これからもよろしく頼むぜ、つらら。はい。人の話をくだらねえ呼ばわりしてくれよって。まあいい。しかし、リコ、気をつけろよ。何がだよ。ミキオンに口を吸われると、どうししかねえからな。マジかよ。口吸われる？吸われるって、キスってことか。せつらにせがまれ、わしも何度も逃げ回ったことか。なんだそりゃ。つらら、お前もしたいのか。離婚様とくっこち。そう、そんな。相談者も、若もその辺で、ね。雪女が溶けて、畳のしみになってしまいます。違いねえや。あ、もうひどいです。つららだって女なんだから。女の子なんだから。そんなこと言ってあげんな。終わったかな、これで。エピローグ。
昨日の敵は今日のかも。そして夏休みも残すところ数日となったある日のこと。あくそ、わかんねえ。ヌラ、この問題の答え見せて。はいはい、数学だよね。リコは見ちゃうかわり。わかった、ちょっと待ってね。なんだか嬉しそうですね、リコ様。まあね、普通の夏休みっぽくていいよね、こういうの。今年はそれどころじゃなかったですもんね。夏休みあと3日？信じられ。あ、ユラもおる。警戒員さん大丈夫？どこかわからないの？え、あ、うん。ここなんやけど。うむ、リコ様、親切が過ぎます。やらしないな、みんな。僕は宿題なんてとっくの昔に終わらせてしまったよ。すごい、いつの間に？あ、カラもおるやん。かわいいやつや。これサディがとりあえずがあったよな、確かに。アニメの方で。取り合うという言っちゃ悪い。京都旅行の時は全然そんなこと言ってなかったじゃん。家庭教師は、ちょいのちょいさ。うわぁ。クスや。言っちゃ悪いけどクスや。てめえでやりやがれ！そうやな。めっちゃ今思った。そういえばリコー君、旅行で全然会えなかったね。京都には行ったんでしょ？え？あ、ちょっと忙しくてさ。僕もみんなに会えなくて残念だったな。次の旅行は一緒に行けるといいね。うん、そうだね。それでね、ここの問題なんだけど、どれどれ？む、あっちも近い！顔が近すぎるわ！なあ、ジュキヨンな。なに？ネラ君とイエナガさんってなんかあんの？なんかって？前にイエナガさんに言われたことがあんねん。リコー君って多分私のこと好きだと思うって。なら、なんですって？アホ、声が大きい。何も知らんのならええわ。こんなし、やめ。勝手にやめないでよ。どうして警戒員さんがそんなこと知って？あ、もしかして警戒員さんもリコー様のこと。はぁ、色吹きも大変すぎや。私と、あなたがリコー様を巡って戦うことにでもなってる。ダメ、それだけはダメ。リコー様を悲しませるわけにもいかないわ。だからお願い、諦めて。なんだこれ。一人で盛り上がんないやん。めぐりせんと滅するね。怒ったということはやましいことがあるんだ。あ、でも家長さんを遠ざけるためだったら、牛田先生もやってもいいわよ。やっぱりあなたとは、一度徹底的にやり合わなあかんようやな。え？一人ともうるさいよ。宿題終わったの？ぬらくんはこっち出さんといて。この前から、勝手なばかり言いやって。来いよ、かい。今日こそ決着つけたる。そっちがその気なら受けて出すわよ。もう逃げも隠れもしないわ。え、何、妖怪がどうしたって？大丈夫？なんかすっごい険悪になってるけど。ちょっと二人ともいい加減に。ちょっと黙っててください。二人とも強く寝りすぎだよ。あかん、これ。やっぱな、取り合ってるわ。完全取り合ってますわ、リコ。ねえ。そういうことよね。じゃあ、今回はこの辺で終わりましょうかね。では、ご視聴の方、ありがとうございました。アリュース、グッバイスル。関西の地でも、お財布預かってきたんじゃなかった？しもた、財布の中で見てなかったわ。なんですって？ちょい待ち。ひゃーな、今度はどうしたのよ。ちょ、お願い、確認して。なんや、多すぎて数えられへん。え？なにこれ。